야호, my son. 야, my son. 아이니 그너, 아미나네.まあね、今日、仕事帰りに、突如、あ、コーヒーが飲みたいって思ったんだけども、まあ、いつも行くね、スタバ。スタバでも良かったんだけども、なんかちょっとね、今日、他のところも行って、ね、その飲みたいって思った時に、いた場所が、まあ、微妙にね、スタバから遠い場所だったんだよね、前さん。そんで、コーヒー飲みたいって思った時に、すぐ近くにあったのが、この正面に見えてるけども、はい、これ。見えるかな？そう。米田コーヒー店なんだよね、まえさん。いや、まえさん、ちょっと待って。米田は、浮気じゃないぜ。以前に、ドトールだったり、エクセルシーオールカフェ。だったり、行った時は、確かに、お前、浮気してんだろうって言われたら、ぐーの音も出なかったと思うんだけども、今日のコメダは、浮気じゃねえぜ、マエスさん。いや、絶対、スタバも、米田だったら、許してやるかって、絶対、言うと、思うんだよな、俺。だって、米田だよ？ちょっと待って。ね？米田。これ。ほら。ね？よく見えないかな？あ、見える？あ、見えた。はい。米田コーヒー店。米田コーヒー店って書いてあるんだよ、これ。漢字入ってるんだよ。ね。ドトールだったり、エクセルシオールカフェだったりっていうのは、なんか、おしゃれな横文字じゃん。まあ、だから、スターバックスから見ればさ、やっぱり浮気だって、ね、ドトール行ったり、エクセルシオールカフェに行っちゃったら、それ浮気じゃんって言われても、それは仕方ない。仕方ないけども、今回の米田はね、米田は浮気じゃないって、ねえ、嫁さんがいる人が、ねえ、取引先との付き合いで、キャバクラに行くようなもんだって米田は、ねえ、違うって、ねえ、絶対米田は浮気じゃないよ、マエスさん。そこ分かってよ。きっと、スタバも、米田だったら、許してあげるかって、なると、思うんだよな。マエスさん。よく見てよ、だってこれ。ねえ。ほら。米田コーヒー店ってこれ、コーヒー店って漢字じゃん。漢字だよ。ねえ。ちょっといただきます。まあ、これまたうまいんだよな、これな。ちょっと苦味があってうまいんだけど、マエスさん。米田は、浮気じゃないぜ。ね。そこだけ、分かってよ、マエスさん。今度、一緒に、スタバで、スタバのテラス席で、一緒に、このことを、語り合おうぜ、マエスさん。連絡、待ってるからね。